Hazard 6. はい、こんにちは、ブルーホースです。クリス、こっち向いて。クリス、クリス、こっち向いて。クリス、クリス。諦めました。バイオハザード6。やっていきましょうか。ということでね、本日もね、人生相談乗りながら、バイオやっていこうと思います。コンパと何が起こるんだったっけな、ちょっと忘れちゃいましたけどね。じゃあ、はしご登ってる間にやりましょう。あ、シンプルな質問ありがたい。悪魔の実を一つ食べるとしたら何を食べますか？僕は断然スケスケです。なるほどね。そうだな。まあ、この手の質問でやっぱりよく出てくるのってやっぱスケスケですね。僕の会社の同僚も、何の実食べたいですかって言ったら、スケスケの実食べたいね。で、やっぱ女湯覗くってもう3時と、もうドンピシャの考え方をしてる人いましたけどね。でも、スケスケ食って、なんか女湯って、なんか違うなって。って思いますね。なんかそれだったらもっと大胆なところに行った方がいいかなと思うんですけど、例えばね、だって大衆浴場ってなんか女、ちょっと待って、このシーンはシリアスだからちょっと一旦黙っとく。皆さん、ムービーを楽しみください。I should be thanking your men for being such good test subjects. Ever since Adonia, all I've wanted is to see you dead. But this isn't about vengeance. It's about justice. It's over, Ada. You're right.It is. The aircraft carrier is preparing for launch. Launch? And the dead will flood the streets. Deja vu, boys. Raccoon revisited. But this time, it won't just be one city. It'll be the whole world. But no one can stop it now. Damn it! What the hell just happened? This looks like a different strain. There are two missing. Just take what's left. We'll bring it back to HQ for analysis.This is Alpha Leader. I need a report on the missing vessels ASAP. The city has been compromised, and we've lost contact with all local assets. We need more time. We don't have it. The terrorist assault was just a diversion. The real attack will spread the virus globally. Now what? Let's check the rear hangar. There've got to be some planes back there. Yes, sir. はい。じゃあね、ムービーも終わったということで、皆さんに、なんか、ちょっと質問からずれて申し訳ないですけど、なんだっけ、カーラ・ラダルスなんですよね、紹介してるのはエイダじゃなくて、胸元見てもらいました。セクシーですよね、ところがね、作り物っぽいんだよね。崩壊した胸って、その普通の胸って胸の谷になってるのが I 字だそうなんですけど、崩壊した場合って V 字じゃない、Y 字になっているそうなんですよね。で、よくよく見てたら、あれ Y 字になってたんで、形が、ね、ちょっと作り物、まあ、もともとね、人間として作り物だからね、っていう感じがしたんでね、あのサイズに包茎するんだったら、ね、あれ C くらいだからもっと大きくてもいいんじゃないかな、ギャフンギャフンということで、悪魔の実体何なのかっていうのを答えていきたいと思います。はいはいはい。スケスケね。だから、どっちかっていうとなんか日常に入り込みたいですよね。なんかお風呂みたいな特殊な空間じゃなくて。あとやっぱね、女性から聞いた女湯の実態っていうのをどっかで僕聞いたことあるんですけど、あんま綺麗な世界じゃないっていうのを聞いてるんで。だからまあ、スケスケ食べてお風呂とかっていうのはあんま興味ないかなって個人的に思いますね。
この人は何やったのかな。まあ、透明になってね、anyway, なんかいろいろとね、やるってなったとしたら、まあ、結構、うん、ちょっとまあ、いろいろ犯罪チックなこととかね、手袋してね、で、靴跡さえ残さなければ、どこにでも侵入とかできそうですけどね。はい。続いてじゃねえや。もう自分の質問答えてなかった。僕だったら、まあ、ゴロゴロの身かなと思いますね、やっぱり。なんだかんだ最強じゃないですか。だって電気と融合すれば、ね、光のスピードで移動できるわけなんで、世界中どこでだって行くこともできますし、仮にね、じゃあ、スケスケが食えませんでしたってなっても、電気と融合することができれば、ね、もし女用を除くっていうね、ミッションをクリアするのであれば、電気とね、融合しちゃえば、そこからね、女湯覗けるわけですから、ラスラパンですね。それ本当に欲しいからね、しかも、神出鬼没いつ現れるかっていうのがね、分かりづらいから、すごい、ビビることがある。そしてこの弾か、降ってきた、降ってきたし。危ない。やばい。これ大丈夫かな。まあ、ゴロゴロの実ってところかな。まあでも、やっぱりなんか人気だよね、ゴロゴロの実とかってね。だからみんなが食うやつか、みんなが食うって言ってるのを言っても面白くないから、変わり種でってなったら、なんかあんまり使える悪魔の実ランキングで言ったら、なんかだいぶ最下位の方に、下位の方にいたらしいんですけど、僕、すべすべの実が食べたいかな。アルビダが食ったやつね。だって、あれって、年食ったとしても、あとブサイクだったとしても、めちゃくちゃ体きれいに保てるわけじゃないですか。だったらもう、ぜひ食べたいっていうところですね。だから女性だったら、もう間違いなく、生涯の願望とは違うあるかもしれないですけど、僕もやっぱり、長く、若く、美しくいたいっていう思いは、男ながらありますんで、まあ、それを考えるとね、ぜひすべすべの実っていうのを食べてみたいなと思うんですけど、だってそれをしてたら体もさ、アルビダの体だぜ、最初のね、何段バラなのっていうお話してたのに、あんなキューティクルなね、キュッとしたくびれができてってなるんだったら、筋トレももうしなくていいじゃないですか。まあまあ、内臓とかを鍛えるっていう意味で、筋トレはねしといた方がいいのかもしれないですけど、まあ、それをまあ差し引いてたとしても、まあ、今やってるようななんかもう体酷使してみたいな筋トレまでやらなくていいんだったら、まあすべすべの身食った方がね、生涯安泰なんじゃないかなと思いますけど、足あるかなと。あと何の身がいいかな。まあでも1個しか、1個しか食えないからね。まあ、すべすべあたりくらいがちょうどいいんじゃないかなと思うな。なんか別にそれをして、ね、なんか悪魔の実を食べることによって人生何か良くしたいっていうレベルでいいと思うんで、まあ、すべすべくらいがちょうど身の丈合ってるところじゃないかなと思いますね。あんま面白くない回答でごめんなさいね。はい。まあでも、実際そんなもんすよ。ということで、生えてきてたね。ということで、次の、ね、質問を読んでいきたいと思います。はい。未来のことを一つだけ教えてもらえるとしたら何を教えてもらいたいですか？一つだけか。なんかこれある意味、ジーニーに3つのお願い事するに等しいくらいいい話ですよね。未来のことを教えてもらえるって。まあ、その未来のことしちゃったらつまんないっていう意見もね、あるかもしれないですけど、うわぁ、なんだろうな。一個か。一個に絞るってなったら、なんか難しいな。何がいいかな。一個でしょう。知るのもったいないっていうか怖いけど、自分が何歳で死ぬかっていうのを知っとくのは一個ありかなと思いますね。そしたらさ、逆算してどんな人生を歩んでいったらいいのかっていうのがわかるじゃないですか。そうすると、このくらいの年齢でこのくらいの金、お金使うってなったら、もう僕、自分の葬式代以外の遺産残す気がないんで、いつ死ぬかわからないからさ、お金のこととか仕事のこととかさ、人間関係のこととかって気にしなきゃ生きていけないですけど、自分がこの年で死ぬんだっていうことが分かったとしたら、ね、だいたい何して生きていったらいいかとかね、どんな風にお金使っていったらいいかっていうのがもう三段つけることができるんで、
もうね、あ、そのお金貯まったんだったら後のからの生活はもうなんだろう、自由だみたいな感じになるかなと思うんですけどね、うん、できれば働かずにね、なんか自分がやりたいことやっていきたいなっていうところなんで、うんうん、まあそれは人間誰しもが思うことでしょうけどね、うん、っていうところかな。あ、まああとはそのもう究極僕サボり魔なん、サボり魔というかサボりたい人間なんで、サボり魔かどうかで言うと意外と結構しっかりとしてる人間だと自分では思ってるんで、うん、仕事のこととかね、家庭のこととかも、うん、まあ家庭のことに関しては奥さんがね、あんた全然ダメよっていう反論が出てくるかもしれないんですけど、まあ、とはいえ一般的な男性と比べたら僕は家事とかも家族との関わりもしっかりとまだしてる方なんじゃないかという自負はあります。まあそんな話は置いといて、まあ、できればまあ簡単にお金が手に入る方法があればそうしたいなと思うんで、その借金とかっていう方法を取らずにね、っていうのであれば、どの宝くじに行っていつ買ったら1等が出るとかっていうのを、まあ、次回のその年末ジャンボ宝くじの5億円とか10億円が当たるっていうのを、どこの売り場のいつ買ったら出るっていうのを知っておきたいですね、うん、パッと10億当てる方がいいじゃないですか。だから競馬とかもその いいんかもしれないですけど、競馬とかパチンコとかでどの台がこの日めちゃくちゃ出るとか、どの馬がね単勝で当たったら何倍率がついていくら稼げるみたいなのがあったらいいかなと思うんですけど、でもそれとか自分の元にがないといくら稼げるとかっていうのが きついんで、まあ、確実だったとしたらね、全財産突っ込んでもいいのかもしれないですけど、そしてやっぱり全財産突っ込んでも10億にはならないと思うんで、さすがにね、なんだ、ああお手手か、おい、10億にならないと思うから、だからまあ宝くじ売り場行って何かっていうのをまあさっとね買う、あ、お手手飛んでる、うん、で買って10億当てちゃうっていうのがいいかなと思うんですけどね。まあたった1個しかね知ることができないっていうのを考えれば、完全に私利私欲のために何かを知るっていうのを使いたいですよね。例えばなんだろう、将来的にコロナを完全に違う、コロナを完全に撲滅するウイルス、ワクチンは開発されるんですかとか、なんか人類はなんか いつ滅亡するのかとか、何が原因で滅亡するのかっていうのを知って、それをなんか伝えることでちょっとでも対策するための何かみたいな、とか、まあ、不老不死とか、ね、現実化するのかとかっていうのがあるかもしれないですけど、もうね、完全に私利私欲のために使いたいですよね。1個しか死ねないってなるんだったら、うん、そんなところかなで、ここで僕の人間性垣間見えるかもしれないですけど、まあでも一般的に考えたら人間ってそんなもんじゃないのって思うけどね。はい、ということでね、次のね質問を読んでいきたいかなと思います。はい、じゃ続いてですね、はい、高校からバスケを始めました。徐々にシュートを打つ距離は伸びてきてますが、まだスリーポイントが届きません。無理やりやってもフォームが崩れてしまいます。何かいい方法はありますかということですね。なるほど、手がピョーンってきたけどね。まあ、バスケの質問がもうこれからどんどん増えてくれたら、もう僕はもうコーチ冥利に尽きるっていうところなんですけど、初心者の方でシュートの距離を伸ばすっていうのは、その距離を伸ばすのもそうだし、安定してシュートを決めるっていうのも一つの壁になってくるんですけど、まあ、3年間、まあ、2年間か、高校だったらね、2年間くらいで、届くようになる人もいれば、まあ、そうならない人も残念ながらいるんですけど、まず距離を伸ばすためには、大きくも3つですね、やってみられるのがいいかなと思います。1つ、三頭筋を鍛えましょう。で、三頭筋ってどこっていうと、力こぶあるじゃないですか。力こぶがあれが二頭筋っていうんですね。その裏を三頭筋っていうんですけど、それを鍛えましょうということですね。まあ、ダンベルなりマシンなりで調べてもらったりして、三頭筋鍛え方とかで YouTube で調べてもらったらすぐ出てくるんで、いいかなと思いますね。結構そのレイアレンとかがそこを鍛えている動画とかっていうのは、YouTube ちょっと見たことなくて、あれなんだったっけな。NBA オールアクセスっていうバスケのね、2008年に出された、DVD があるんですけど、もう今は多分もうないと思うんですけどね、DVD があって、僕はそれを見て、三頭筋を鍛えようって決めたんですけど、スリーポイントシューターだったんで、うん。まあそれはいいとして、で、まあ一つが三頭筋を鍛えましょう。さっき答えだけ言っちゃうか。で、二つ目がシュート時のジャンプを高めに飛ぶことを意識するっていうことですね。うん。
それから3つ目に手首のスナップを効かせるっていうのではなくて、あの弾くように打つっていう感じだから、あのシュートリリースで手の形をあの90度で残したまんまにしている人って多いと思うんですけど、それってあの安定して打つにはすごくそのリリースの部分っていうのをあの90度で残しておくっていうのは大事なんですけど、あの距離を単純に伸ばすっていうことを考えると、あのシュートを手首をあの返すだけ、あの返しっぱなしにするんじゃなくて、返した後にすぐにこう元に戻すっていうのかな、ちょっとなんか具体例をこうお見せパッとすることができなくて難しいんですけど、うん、まあ、これから意識してね、毎日反復してシュートを打ちまくるっていうのがいいかなと思いますね、うん、だからシュート時のジャンプを高めに飛ぶことっていうのでいくと、狩野選手、狩野雄介、今どこにいるのかな、滋賀レイクスターズにいたっけな、まだ移籍したっけ、僕の最後の記憶が滋賀だったんであれなんですけど、うん、っていうところかな、うん、で、滋賀に、狩野選手なんかはあのスリーポイントシューターの中でも割とこう比較的あのジャンプはあの高めに飛ぶ系の選手ですね、うん、っていうところかな。であと他にはそうだな、まあでもその3つかな、三頭筋鍛えましょう、ジャンプ高めにしましょう、手首はあのスナップ効かせるんじゃなくて弾くようにして打ちましょうっていう、この3つを守ってもらったら、だいたいシュートは届くようになってくると思うんです、ね、それもあんまあの力まずに、あの比較的ねゆっくりというか、まあ比較的あのなんだろう、フォームを崩さずにそのままでいった、うい、right behind you っていうものだと思います、ね、ちょっと待って、これ手にやられたんだ、あ、よかったよかった、あのこれもしね上半身にやられたとしたら、あのまさかのクリスの貴重な出産シーンってなるところでしたからね、まあまあ全然大丈夫でもないんですけど、まあ、なかなかだいぶ戻されたな、あ、でもアイテムは取ってることになってるからいいか、うん、 OKOK、 あ、しかもうい体力もあの満タンになったからちょうどよかったかもしれないね、あれ、うん、そう、あー、でもシュートって本当にあの反復練習になってくるんですよ。で、安定したシュートで安定したフォームで打ちたいです、で距離を伸ばしたいですってなったら、やっぱりもう1日何百本っていうシュートをね打たなきゃいけないのはこれはもう免れないですね、うん、どれだけあの一生懸命打てるかっていうところなんで、うん、だからやっぱりシューターを目指す人は、まあ、他の練習も同じなんですけど、反復練習で数こなさない人はなれないですよ。そこはあのどれだけね、あの自分の時間を削ってシュートを、ね、の練習に磨きをかけられるかっていうところになってくると思うんで、はい、だからぜひね、あのもう本当にだからバス、あのスラムダンクのジンじゃないけど毎日500本打つとかね、それくらいをあの高校から始めたっていうね、あの他の人たちよりもやっぱりあのビハインドしている部分になるんで、そこクリアするにはもうとにかく、まあ、人よりというよりはあの自分がねそのシュートをきちんと安定して打ち切ることができるようになるまで、あのもうまず間違いなくシュートをずっとあの打ち続けなきゃいけないっていうところですかね。僕も毎朝6時からずっとね朝練行ってシューティングしてっていうので、あのチーム随一の、まあ、シューターとしてやってたところはあるんで、そこは多分誰にも負けないポイントじゃないかなと思いますけどね。まあそんなところかな。ということで、もう間もなく、飛行機に乗るところ、飛行機どのくらいかかるかちょっとわからないんでね、一旦ちょっと中途半端ですけど、ここで終わりたいと思います。ということでね、本日も最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。バイバイ。